Experience starts here. ANA, World Air Current.J-WAVE ANA ワールドエアカレントポッドキャスティング、今回は2020年6月20日放送、オーガニックコスメメーカーカラーズ代表橋本宗樹さんに伺った香りをめぐる世界の旅、お楽しみください。橋本さん、もともとはこの香水香りの世界に入るまでっていうのは、はい、マーケティングとか、はい、もともとイベントとかクリエイティブの制作をしておりました。コンサートとかですか？そうです、イベント、クラブイベントとかなんですけども。本当、へえ。学生時代のアルバイトでファッションショーのお手伝いを最初していたんですけれども、うん、その時にモデルの出し柄してた、働いていて、もうすごいキラキラした世界で、そう、ね、憧れちゃって、はい、それでイベントの世界に。僕も若い頃バンドやってると、なんかファッションショーとの一緒のイベントとかよくありましたからね、うん、面白かったな。裏側ってすごいですよね。そうですね、ちょっとバタバタしてますけど、文化祭みたいな、文化祭みたいなね、はい、そうですか、はい、とても楽しかったですね。そこからどうやってこのいわゆる化粧品の世界に、はい、当時お付き合いしていた松本清さんからお話をいただいたことがきっかけだったんですけど、ドラッグストアの、あ、そうです。ほう、当時カルチャーとかクリエイティブのトレンドを発信する人たちと僕と一緒に仕事させていただいていたので、うん、それを見て多分時代に合うおしゃれなものを作ってくれるんじゃないかっていうふうに、ん、感じていただけたんだと思うんですよね。へえ。それでもともといろんなことをこだわって作るのが好きなタイプでしたので、はい、あ、化粧品っていうのはでも、まあ、今からそうでしょう、どうでしょうか、10年20年ぐらい前っていうのは割とこう大手のなんかね、はい、でっかいブランドがこうあって、はい、って感じでしたけど、どんどんなんかこう様相とか形変わってきましたよね、景色がね。そうですね、今は本当に好みが細分化していて、なるほど、まあ、ファッションの世界もそうだと思うんですけれども、うん、何か一つのものをみんなで追いかけるというものではないですよね。そういう意味で私たちでも非常にやりやすい業界になってきたなという。音楽も一緒なんだけどね、おそらくね、全てのカルチャーがやっぱりそうやってみんなが好きなもので、そこにこうピンポイントでこう商品というか何か形を届けるみたいなことになってきてますもんね。特になんか僕なんか見てると、こう化粧品とか香りの世界ってオーガニックなこうムーブメントが随分と台頭してると思うんですが、はい、そうですね、もともと私自身は中学生の時に、はい、落合信彦さんっていうジャーナリストにすごく強く憧れてたところがありまして、はい、この真実を求めて危険なところにどんどん飛び込んでいく、はい、あと小さい体で空手で大きな外国人をどんどん倒していくそんなところにすごくヒーローみたいな憧れていたところがあります今もう息子さんがすごいですけどねそうなんですね、陽一くんですよね。息子なんですか？息子ですよ、落合陽一。知らなかった。あいつこの番組も来てくれたけど、やっぱり絶対にこれからの日本あるいは世界を変える男だなと思いましたね。大好きなんですよ、落合陽一。本も読んでて、落合信彦がいるからやっぱり陽一がいるんだと思いますよ。考え方というか、おかしいですもん、おかしいそう、おかしい。で、確実にあいつは日本を変えてるから世界を変えますもんね。それは鳥肌が立ちました。なるほど、そうですか。僕も落合信彦さんはもう熟読しましたね、若い頃。わ、はい、かります、なんかね、はい、そんな中で僕たちも化粧品作ってる中で、その生産とか流通に携わっていくっていう中において、その農薬ですとか、あと環境破壊とか労働搾取とか、いろんな問題があるっていうことを知りました。それに対してその先進的に積極的に取り組んでいるのがナチュラルオーガニックコスメだったんですよね。なるほどね。これはね、すごく僕に影響を与えていて、中でもそのボディショップっていうショップ のアニータ・ロディックっていう創業者がいます、うん、彼女が書いたビジネス・アズ・アンユージュアルっていう本があるんですけれども、これねやっぱり大きな影響を受けてますね、うん、これは彼女はビジネスを通じてその社会の問題を提示して、その問題を解決していく強いメッセージを発信し続けるっていうことを、うん、そのビジネスを通じてずっとやってたんですけれども、創業が1976年なんですよ。早いね。早いんですよ。もうこれ今の考え方じゃないですか。本当だね。逆に言うと日本なんか多少ケミカルであろうと、どんどん頑張って何かたくさん作ろうみたいな時代ですものね、うん、はい、当時から企業には世界を良くする力があるというふうに、うん、アニータはおっしゃっていて、まあ、本当に今の SDGs に通ずるような考え方を30年前から言っていて、うん、まあ、そういう意味でも僕そのナチュラルオーガニックコスメに
入っていたっていうのは、はい、ありますね。まあでも時代はもう完全にそう、あのやはり 食物もそうですよね。食べるものもやっぱり体に直接だし、うん、やっぱり化粧品なんかも肌に直接なのものなので、うん、特にやっぱりセンシティブなものじゃないですか、ね、はい、その辺はやっぱり最先端いってるのかもしれませんね、はい。もう10代の頃から香りの世界にものすごく興味があって、うーん、で料理も大好きなんですね、はい、で音楽の道に進むか料理の道に進むか、もう一つやりたかったのはこの香水のブレンドかウイスキーのブレンドなんです。これが僕のやりたかった職業ですね。いや、やっぱりあの見えない世界じゃないですか、うん、味も音も香りも、はいはい、なるほど。でなんか不思議じゃないですか、香りって特にそうじゃありません、うん、だって空気の中の何かが染まってるんでしょうけど、はい、時間が経てば消えるし、うん、人によって果たして同じ風に感じてるのかどうかもそれすらわからないじゃないですか、うん、音も実はそうじゃないですか。なんかそれをみんなでこういろいろ話しながらこうだよねって言ってても、その軸は一体どこなんだろうとか思うとおかしくて、でもそこにこうビジネスとしてそれをこう取り組まれるってのは大変なことだと思うんですけど。そうですね、私たちの場合はその、例えば精油の力、エッセンシャルオイルをよく使うんですけれども、そのエッセンシャルオイルの効果というものを、データ化、可視化しています。なるほど。で少しずつその見えるようにすることで人に対して伝えやすくしていって、それをビジネスにしていくっていうようなことは、気をつけて今やっております。なるほどね。僕まあ、行ったり来たりなんですけど、東京とロンドンでこう住まいを持っていてね、はい、でイギリスなんかまでヨーロッパ全体としてそうですけど、やっぱりすごく使い方が上手ですよね、香りのね、うんうん、この間、まあ、パリのプランタンの人と話した時も、パリジェンヌはそのお化粧をしなくても香水をつけるっていうようなことをおっしゃっていたので、それだけその香りに対しての文化の敷居の低さというか、まあ、それだけ浸透してるっていうのは非常に感じましたね、うん、やっぱりフランスですか、多く行かれるのは。そうですね、フランスがとても多いです、うん、フランス、イタリア、ヨーロッパが多いですね。そうですね、はい、パリでの初めて行かれたらいつぐらいなんですか、パリは。2000年ぐらいになりますね、うん、これもプライベートで友人に会いに行ったのが初めてなんですけれども、はい、友人に連れられてクラブのはしごですとか、はい、夜遊びしました。なるほど、はい、うん、いっぱいあるもんね、はい、あとアメリカとか、まあ、東京とも随分雰囲気も違うでしょうし、はい、そしてこのブランドの発表会もされたというのは、これはその後ですか。そうですね、これ2017年ですので、もうつい最近ですね。なるほど。これ日本の秘める美しさというものをテーマにした、うん、日本発信のフレグランスブランド、なるほど、トバリっていうんですけれども、これを作りまして、はいはい、それをパリで発表しました。はあ、特にフランス、パリの方は割とエキゾティックなものも、あるいはこう新しいものがすごい好きじゃないですか、はい、割とこう前衛的なものもものすごくこう視野が広いというか、こう許容力があるというか、はい、なのですごくあれじゃないですか、人気が出るんじゃないですか。すごく評判良かったですね。うーん、特に私たちが持っているこの太陽よりも月に魅力を感じる、光を見る影に魅力を感じるっていう文化に対して、すごくなんか新しい発見のように感動してくださって、うん、特にその僕たちの話を聞いている中で、そのフレグランスの専門誌の人とかは新しい美しさの概念を感じることができたって言って感動して涙ぐんだりされるんですよ。うーん、そのくらい結構大きな反響をいただくことができました。オリエンタルな香りって一言で言ってもいろいろありますからね。ヨーロッパから見ると、はい、例えばほら中央アジアだったり、ちょっとこうアラブティックなものも割とオリエンタルなものとして捉えるじゃないですか、はい、でも日本のこうちょっとから見てもそれはエキゾティックであって、はい、日本はもうちょっとこう透き通ったっていうか、あ、そうですね、ずいぶん昔になりますけど、一生さんのあの香りとかが出た時ってやっぱり多分みんな日本ってこれだと思ったと思うんですよね、水仙みたいな、でもやっぱりヨーロッパだとローズとかさ、華やかなもの、あるいはムスクとか、はいはい、ああいうのがこう強いじゃないですか、はいはい、割とこうボリューミーなというか、はいはい、パウダリーなものが、だからおそらくその日本のね、白檀もそうだろうし、キャラもそうだろうし、あるいはヒノキとかさ、ああいうのって多分新鮮でしょうね。そうですね、特に私たちはその香りの元にしたものが、800年代に天皇陛下が作った浄和の御戒めという伝説の秘宝、すごい、はい、これを当時834年ですね、任命天皇という天皇陛下が、うん、当時日本の中ではその貴族たちがみんな競って原料を仕入れて自分たちで調香して香りを作ってたんです、うん、そういう文化って世界の中でも日本だけだったんですよね。
うん、それを当時の原料と当時の製法で再現して作ったっていうところも面白がられましたし、もう一つあとテーマとして、まあ、秘める美しさということをテーマにしたんです、うん、あの日本人が持ってる独特のこれは、うん、あの谷崎潤一郎の陰影来さんから受け取ったんですけれども、その心の奥にある愛情あるいは欲情をできるだけ包み隠して、うん、より一層奥の方へ押し込んでしまおうとするときに、かえってその心持ちが一種の風情を帯びて現れるっていう。いやー、わかりますよ。とてもな、日本的、日本的ですよね。わかりますけど、それで失敗することも多いんですよね世界では言ってくんなきゃあかんないしっていうやつですね。そうね。いやでもわかります、そういう気持ちって。おそらくあのヨーロッパ、特にコンチネンタルの人たちっていうのは、はい、なかなか持ち得ないというか、はい、言わなくても分かってよなんていう話は通用しないんだと思うんですよね。香りをめぐる旅、続いては橋本さんが訪れたフランスの印象的な街のお話です。例えばあのドローム県っていうところですね、うん、これはあのパリ南東部 の、 あのマルセイユとリヨンの間ぐらいですね。あ、なるほど。右の下の方ですね、はい、まあ、いわゆるフランスの田舎町ですね、うん、あの広大な土地の中に小さな町がポコッとあるっていうようなところですね、うんうん、ところはあの精油を買いにあの農家さんがいっぱいあるので行ったりします、はい、ここは結構面白くてですね、あの持続可能なビジネスというものは僕ここで見させていただいたんですけれども、うん、その農家さんの組合みたいなものがあって、うん、その組合で蒸留所を保有してるんです、うん、なのでその組合の蒸留所に農家さんがそれぞれの作物を持ち込んで、うん、精油にして、うん、それを精油メーカーが買い取って世界に輸出するという、うん、なるほどなるほど、ビジネスが成立してるんですね、うん、でしかもこれが皆さんオーガニック農家なので地球環境にもいいですし地域の環境にもいいですし、うん、それで世界的なビジネスに展開できているっていう、うん、とっても理想的なビジネスの形だと思います。規模は大きいんですか。ちっちゃいですね。ちっちゃいですね。まだまだ、なるほど、はい、でもそこがいいんでしょうね、はい、逆に言うとこうグランメゾンなんかそういうところとちゃんと取引してるってことですよね。そうですね、してます、してます。そこだよね、はい、って強いんだよねきっとね。私はそういうのを日本で作りたいなというふうに思ってまして、あのいろんなところにそういう拠点を持っていて、はい、やりたいと思ってますね。いろんな出会いもあったんじゃないんですか、こう印象的な。そうですね、パリでトラック運転手をしていたあのシティボーイの人がですね、うん、あのオーガニック農場へ転身している姿っていうのを見まして、時代だね、はい、あの馬や羊飼いながらですね家族と共に農業を営むっていう姿、うん、これとっても心打たれましたね。なんだかでも日本も進んでいくでしょう、そういう形っていうのは。進むと思います、これから先、ね、はい、そういう時代だと思います ね、はい、これまでは皆でこう集まってきてさ、なんかこう要するに東京に来ればなんとかなる、はい、東京でみんなでここい、ね、本当に東京集中型というか、はい、でだっただろうけれど、まあ、今回のコロナのこともそうですけれど、はい、テレワークでよかったじゃんとか、うん、あるいは地方にいても何かできたじゃんとか、うん、気づいた人たくさんいるだろうし、うん、ここからのなんかこうビジネスのなんかスタイルというかどんどん変わってくるような気がしますよね。そうですね。そのパリの方なんかもすごく原始的な生活の中に真の豊かさみたいなこともやっぱりよく垣間見られましたし、うん、そういったことがしっかりともっと日本の若者にも伝わっていくことで、そういう産業がしっかり、まあ、あと産業として成立させるということも大切だと思うんですけど、うん、そうですね、それできると思います。ドロームって大体どういった植物が多いんですか。そこは、まあ、本当何でもあるんですけど、例えばレモングラスですとか、うん、あとはラベンダーですとか、うん、そういったものを買いに行きました。いいね、はい、ここはアルプマリティーム県っていうのは、マリティ、ああグラースですね。あ、グラースっていうところですか。はい、ほう、グラスはもう世界の香水の中心地ですね。はい、南仏です。行ってみたい、はい、あ、そうなん、聖地みたいな。聖地ですね。あ、そうですか、はい、知らなかった。これはあの中世の時代にナメシ川産業が栄えてたんです、うん、はい、そこでその川の手袋が非常に有名だったんですけれども、その匂いが問題になりまして、それに香りをつけたことで評判になって、そこから今ではもう香水の聖地になっているというところがこの町の由来になっております。へえ、有名なブランドとかあるんですか、お店なんてショップみたいな。観光客の方が行けるショップとしては、うん、あのフラゴナール、モリナール、ガリマールっていうのがあの有名な香水メーカーです。あ、そうですか、はい、フラゴナール、モリナール、ガリマール、うん、この3つなんですけれども、これはあのお店に行くと、あのグラスの街に行くといろんなところにあるので、そこに行っていろいろ調香体験とかさせてもらいますね。楽しそうだな、はい、
私のグラスの目的地は、ロベルテっていう会社なんですけれども、これはもうめちゃくちゃかっこいい会社でして、1850年創業で、天然香料の取り扱いが世界一の香料メーカーさんになります。ここはもう本当世界の名だたるビッグメゾンの香水も作られておりまして、博士さんも絶対ご存知の香水ばっかり作っているようなメーカーなんですね。はあ、その原料からブレンドまでですか。ブレンドもやってますね。はあ、はい、ロベルテ、はい、ここの本社がですね、設計したのがエッフェル塔を作ったエッフェルさんなんですよ、っていうぐらいやっぱりその由緒正しい会社なんですよね。歴史もあってね。そうです、はい、1850年ってすごいもんね。はい、その頃からまだずっとやってるという。やってますね。独立系の会社で、このテーマがですね、シードトゥーセントっていうのがこのテーマとなっておりまして、その植物の種から香りまで全部把握してるっていうことがこの会社の一つの売りです。その種植えて植物が生えてきて、そのどんな農家さんが作っていて、どういうふうに蒸留してるのかっていうことを全部把握してるんですよ。これすることによって公正な取引がまず維持されることと、あと高いクオリティ維持することができるんですよね。これ本当やるのは容易なことじゃないです。ほう。そしてこのグラスには博物館もあるんですね。はい、香水博物館という博物館がありますね。ここはもう本当に高貴で芸術的な香水の香り、歴史を一から学ぶことができますし、先ほどおっしゃってた一生さんの作品もありますし、日本の香道コーナーっていうのもあったりします。あ、やっぱりそれはちゃんと一目置かれてるわけですね。置かれてますね。嬉しかったですね。はい、ブルガリアもやはり行かれる。どんなものが。ローズなんです。あ、そう。うち高いやつだ。そうです。今1キロ300万します。はい、このブルマレーのローズバレーっていうところなんですけれども、世界でも有数のローズの産地になりますね。やっぱりこう別格なんですかね。っていうかほら、普通にからエッセンシャルオイルとしてこうね、10ミリとか5ミリとか売ってても手が出ないよね。出ないですね。いや、なんかあったんじゃないのみたいな話なんじゃないですか。どうしてこれを、いや、なんでそんなローズみたいなことになるものね。はいはい、コレクションとして持っときたくても、いや、これはちょっとっていう世界ですもんね。ローズの精油は本当に5トンの花びらから1キロしか取れない。5トンから1キロなんですか。5トンの花びらですか。花びらね。はい、5トンの花びらで1キロか、そりゃ高いわ。それは高いです。しかもそれ全部手摘みしますし、朝方に手摘みをするんです。一番花びらに精油が行ってる時に摘んで5トンですから、まあそれ300万にもなりますよね。うん、はい、もう現地は、まあ、多少安いんですか。流通分がちょっと多少安いかもしれないですね。あ、そう。はい、でもやっぱりローズの香りっていうのはやっぱり歴史は長いわけでしょ、当然。そうですね。だ、香りの歴史がいつ頃発祥したかっていうのは分かりませんけれども、でもマリー・アントワネットとかが確実に愛したというのはもう、ね、間違いないので、ずっと長いこと愛され続けてますね。そうか、ローズはでほぼブルガリアなんですかね。逆にあまり作ってるとこないのかもしれない。あとはモロッコ。モロッコですね。はい、モロカン。うーん、この2つですね。もともとブルガリアのローズもフランスとかから流れていってブルガリアに行ったっていう経緯はあるみたいで、今でも本当にビッグメゾンはグラスのローズを使ってたりもしますね。はい、ローズっていうのはあれなんですか。もちろん香りはもうね、想像つくと思うんですけど、皆さん、はい、効能としてはどういうことになるんですか。これがですね、最近ある学者さんが発表されたんですけれども、抗うつにローズ精油が効果があるということで発表されてましたね。うん、まあ、高揚感ありますからね、香りはね。そうですね。はい、お風呂にちょこっと入れてもいいよね。そうですね。バラのお風呂にして、はい、ちょっと贅沢な贅沢。僕はちっちゃい頃ロッテからねバラのガムが出てたんだけど、覚えてらっしゃいます？もちろん知ってます。なんかゴールドのやつですよね。うん、好きだったな。あれがさ、小学生の頃こう周りではみんなハテナだったんだよね。はい、なんでそれ美味しいのって言われて。ああ、確かに人気はなかったんですけど、はい、僕はあれを偏愛してまして、はい、その頃からなんか好きだったんでしょうけど、そういう世界が。うん、あれすぐなくなりましたね。味もすぐなくなるやつですよね。そうそうそう。バラのガムあったな、思い出しましたよ。華やかな香りでした。しましたね。あとこれは現地で珍しいものを味わったって何なんですか。これはローズの精油
を取るときに水蒸気蒸留で取るんですけれども、うん、その中でローズウォーターっていうローズの水が出てくるんですよ。なるほど。それ現地ではもうバシャバシャ捨てちゃうんですけれども、それにあのシロップを入れて飲むんですけど、これは本当に今まで味わったことないような世の中で最も贅沢な水っていうような感じでしたね。存じょそこらのハーブティーとはわけが違うね。わけ違います。しかもその現地のフレッシュなものをその場で飲むっていうのはなかなかできる経験じゃないかもしれないですね。なるほどね。あ、そうですか。ブルガリア僕まだ行ったことないんですけど、はい、とても興味が湧きました、ね。はい、あの行動というのはやっぱり元をたどると中国なのかしら。どうなんだろう、あれってルーツはどこなんでしょうね。そんなにないじゃないですか、その香りをそのものをこうなんかめでるみたいな世界っていうのはね、はい、当時原料は日本に一つもなかったんです。そうですよね、はい、全部輸入だったので、その原料のルーツという意味ではいろんなアジアとかというあの中国とかだったかもしれないですけれども、逆にそれでこうあの旅行というじゃないですけど、はい、他の国をこう感じるというか、うん、でおそらくイメージして遊んでたんでしょうけどね、はい、あの文化はね、日本のあの時代に先人たちが多分熟成された日本の文化だというふうに思っております。いや、お茶もそうですけど深いですよね。はい、これからちょっと行ってみたいようなこう香りの旅をしたいところとかあるんですか。はい、マダガスカル、まあ、ぜひ行ってみたいですね。あそこにあるあのイランイランっていう花の精油があるんですけれども、これを買い付けに行きたいなと思ってますね。ちょっとエッチなやつですね。あ、そうです。さすがよくご存知ですね。はい、すごくこうムスク系っていうかね、すごくね、こう、はい、あ、そう、イランイラン、イライラはあのインドネシアなんかだと健康結婚の初夜にベッドの周りに巻くっていう、あ、そうなんですか、風習があるというふうに言われてますね。これそういう催眠効果があるというふうに言われてますね。それはマダガスカルが多いんですか。マダガスカル、はい、多いですね。いいものがあるんですか。いいものありますね。あとはあそこ単純にあそこのマダガスカルっていう土地に非常に僕は興味があるので。そうだよね、はい、動物なんかもだってあそこにしかいないこういうね、はい、固有種がいっぱいいるんですもんね、はい。そして、まあ、このカラーズとしてこれからどんどんいろんなトライアルがあると思うんですけど、はい、目指してらっしゃるものをやろうと思ってらっしゃること、はい、まずは精油の力、これね、現代人のストレスを解消すること、うん、これを目指してやっていきたいなというふうに思っています。この現代人にとってストレスって諸悪の根源であるような気がしておりまして、これをまず精油の力でケアできるというふうに信じてますから、うん、それをしていきたいというふうに思っています。もう一つは持続可能な社会の一端を担うということ。持続可能ね、はい、うん、キーワードになるね、これからの、ね、なると思いますね。精油、ね、うん、産業ですとか植物原料、はい、これは持続可能な事業に成長させることができます、うん。まあ、例えば日本の少子高齢化ですとか、うん、あと地方の衰退っていう問題があると思うんですけれども、うん、そういったところにあの産業的な問題があって、これを解決する方法がこのこれらの その精油とか植物にあると思うんですよね、うん。それをやっていきたいなというふうに思っています。素晴らしい。これはもう必ずゲストの方に伺ってるんですが、橋本さんにとっての旅って一体何ですか。はい、人生の源です ね、 そうね、あの人との出会いですとか経験ですとか仕事ですとか、いろんなことが僕旅からインスピレーションをもらっています、うん。その人生の根源に旅があるような気がしています。楽しかったです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ANA World Air Current